おはようございます。今日のお話は人生の合言葉という松田整形塾の元塾頭の上甲明さんの本の中から、人格は後ろ姿に現れるという話です。人間はどんな時でもどんな場所でも、入る時はよそ行き、出ていく後ろ姿に人格が現れる。例えば入社の時はみんなこれからしっかり頑張りますと言って揃ってよそ行きだ。しかし途中で退社するような時、ついつい本音が出て捨て台詞を吐く人、仕事の後始末もせずに辞めていく人など様々だ。出ていく後ろ姿にその人の本当の人格が現れる。ホテルでもチェックインする時、全てのお客さんは紳士と淑女だ。しかし一晩部屋を使い終わってチェックアウトした後の部屋を見たら、その客の人格が分かると教えてくれたホテルの支配人がいる。備品は使いたい放題、電気は使っぱなし、そして部屋は乱れたままパジャマは脱ぎっぱなしでは、とても立派な人だとは誰も思わない。青年塾で食べた後をきちんと片付け、泊まった後の部屋をきれいに整理整頓するよう教えるのは、人格を磨く身近な努力であり大切な研修だと思うからだ。松下整形塾の面接試験で松下幸之助は、受験生が部屋に帰っていく姿ではなく部屋から出ていく後ろ姿をじっと見ていたのを思い出す。私は思い切って尋ねてみた。どうしてそんな出ていく後ろ姿をご覧になるんですかと。松下幸之助は、人間はな、こんな狭い部屋でも入ってくるときはみんなよそ行き、出ていく後ろ姿に普段の様子が現れるのやと答えた。勉強とは頭の中に知識や技術を増やすことだと思い込んでいる風潮がある。しかし頭に叩き込む知識というのは、所詮生きている上での道具にしか過ぎない。どんなに高度な知識や技術を習得しても、それを使う本人に人間としての魅力がなければ、せっかくの知識や技術は宝の持ち腐れとなる。人間としては最低の一言で偏差値エリートは挫折するんだ。私は縁あって14年間松田幸之助が設立した松田整形塾で、政治家を中心とした指導者を育てる仕事に携わった。そこで実社会に出て本当に必要な力は、知識や技術ではなく、その人の持つ人間としての魅力、人間力であることを感じた。どんなに偏差値が高くても、どんなに優秀な学歴を誇っていても、人間として失格の一言で一刀両断、例えば選挙に勝てない。東洋人物学では、出処進退が人物を見る上での大事な要件となっています。とりわけその中で大事なのが退というですね、退く時の身の処し方、いかに鮮やかに身を処すか。ダメな人間は地位に連々としているという話です。じゃあ今日これで終わります。